化のデジタル格差解消のため、教育のアプリを無料配布。うん、そうだろう。チーム。だって。あ、やめてぎ。やっぱりそれでどれだけ国民 の, その信頼を得るかがすごくこう大切になってくるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこのデジタル化が進んでる国っていうのはそのあたり、あやさんとクリアになってくるんですか？どうだろう、結局忘れてた。どうだろう、結局だった。うん、何かというとそういうことはなくて、ちょっとトラブルが起こるんですね。どうだろう、マジ国民性番号制で始まったか、国民を監視するようになったっていうのがあるので、こっちで絶対した。国民に信頼してもらえる。あ、やめてぎ。はい、まあ、自分は平和な行政サービスもこれでいっぱいになりますよっていうメリットをですね、まあ、長年かけてご提供してきたことで、あの国民の側の理解を得たという面があります。まあ、自分は時間かけて信頼があったかかるんですね。そういうことなんですね。まあ、パパ、どくらい行こうね。このナンバーは生後数時間で、ちょっと待っとって。あ、ちょっと待って。バイキン。ね。